体に違和感はないか？支障はなさそうだな。なんだよ。行くぞ、ナマリ。あ、うん。彼らは以前から目的や収入のことで揉めていたようだし、この出来事をきっかけに何人かパーティーを離れたのかも。そして困窮して宝石や食料を。トールマンはライオスとファリン、それからおそらく東方人のシュロー、さっき出会ったドワーフのナマリに、エルフのマルシル、ハーフフットはチルチャックとか言ったかな。